こんにちは、速稼塾の久保でございます。前回のこのメンバーシップの放送でドコモの通信回線ね、スマホのドコモですよ、こちらの方を月額980円で契約する方法っていうのを紹介しました。こちらの方はそうですね、メンバーシップの方ぜひね、もう一回見ていただきたいんですけども、今回はそれをやってきましたよって方のレポートです。こちらもね、メンバーシップの方で紹介してますので、メンバーシップの方は専用の動画の方をご覧ください。今日更新してアップロードしております。そしてですね、いろんなお得の情報がこういうふうにね、情報倉庫としてメンバーシップ、私の YouTube のメンバーシップに入っております。月額390円ですので、どのネタ一つ取っても390円以上の価値はもうズバリあります。ね、5000円とか1万円ね、儲かっちゃう方法もたまに紹介してますんでね、もう390円で契約してその情報をゲットしたら抜けるでもいいと思うんですよ。で、今回もドコモのこのね、回線が980円月額ですからね、これ良くないですか。これを自分で使うのも一つの手なんですけども、実はね、こういった情報をどん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 発信することによってファンを作っていくってことができるんですよ。そのための私のメンバーシップ情報倉庫ですんで、その情報倉庫の中で自分が使う使わないをね、抜きにして広めていくことによって、それこそね、無料でどんどん広めればいいんですよ。無料で広めることによって、注目を浴びてですね、そして、ご自身のメールマガジンですとか、YouTube のチャンネル登録とかね、 LINE アットのお友達とかにしていけばいいんじゃないかなと思います。まあ何にしてもね、お得な情報を発信する人にはファンがついてきますから、ですんでね、そのお得な情報をまず私のメンバーシップからゲットしていただきたいと思います。それではね、メンバーシップの方はご覧ください。まだメンバーシップじゃない方はメンバーシップになっていただいて、情報倉庫の中のいろんな情報をね、ゲットしていただきたいと思います。使い方はあなた次第です。それでは